皆さんこんにちは。ファボリムジーク音楽教室サックス講師の荒川真奈です。動画ご視聴いただきましてありがとうございます。今日はバリトンサックスの構え方についてお話しいたします。次に座って吹く時の構え方についてご説明いたします。バリトンサックスも椅子の正面ではなくて少し右側、だいぶですかね、だいぶ右側に座っていると思います。そうしましたら楽器を体の右側に落とすんですが、その時に体の、そうですね、太ももの足の付け根から3分の1ぐらいのところに楽器全体が当たってると思います。だいたい場所はそのストラップの高さにもよると思うんですが、ラのシャープのキーガードの上あたり、このあたりが私は体に当たっています。重みでどうしてもこう前の方に行ってしまうんですが、ベルを少し立てるようなイメージで左手で体の方に楽器を寄せてきてあげてください。体が完全に右側にねじれてしまいがちなので、右足で少し踏ん張って楽器を左側に持ってきています。体の中心にはネックと本体の接続部分、こちらの部分ですね、この部分が体の中心に来るように、右側に楽器を立てるんではなくて体の方に斜めに、左斜めに倒してきています。楽器を構えたらストラップの高さを調節します。バリトンサックスとても重たいので、必ず手で持たないようにストラップの高さを調節してあげてください。これも上唇に当たる程度でいいとは思いますが、右手で楽器を持ち上げたり前に押しすぎないように注意してあげてください。ただしストラップにぶら下げて楽器の重みでこう前に倒れてしまう場合、マウスピースを自分で迎えに行ってしまいがちになります。迎えに行ってしまうと体がどうしても前傾姿勢になります。そうすると息が入りにくくなってしまうんですね。でバリトンサックス、アルトやテナーに比べてやっぱり間帯も長いので、息をしっかり入れてあげないと音が鳴らないです。なので確実に肺から息がしっかり入るように、姿勢はなるべくまっすぐ保ってあげて、前傾姿勢にならないように注意してあげてください。楽器を少し立てるようなイメージ、左手で、テナー同様、体の方に楽器を引き寄せるようなイメージがあると思います。で、楽器を構えた時に右手の親指にも左手の親指にもバリトンサックスの重みがかからないように注意してあげてください。楽器が重みで左側に倒れてこないように支えているだけの役割でいいと思います。この時大事なのはストラップでしっかり楽器をぶら下げるということだと思います。あとは背筋の力でしっかり体を引き上げて楽器を支えてあげるということです。そこまでしましたらネックやマウスピースの向きを揃えてあげます。